皆さん、ちょっと早くなると英語が聞こえないってことないですか？でもこれって実はネイティブが早く話してるから追いつかないっていうわけではないんです。Hello there! Welcome to Jovan's English Class. I'm your English teacher, Giovanni. Today, I'm gonna give you how to listen to fast English like a native speaker. 迷える英語難民の皆さん、こんにちは。やり直し英語専門コーチのジョバ先生です。今回は、ネイティブの早い英語が全然聞こえないというお悩みを解消していきたいと思います。皆さん、一生懸命リスニングの勉強してるのに、ちょっと早くなると英語が聞こえないってことないですか？それが海外ドラマになろうものであったらもうさっぱりという方も多いんじゃないかなと思います。私も英語ビギナーだった頃は、どんなに一生懸命聞いても、もう早すぎて耳がついていかないっていう状態だったんですよ。ん？もうわかんない。みたいな感じだったわけですよ。でもこれって実は、ネイティブが早く話してるから追いつかないっていうわけではないんです。ただ、単語同士をくっつけて省略しているっていうパターンがほとんどなんです。例えば日本語で言うと、札幌はたまに、11月に雪が降ります。こんな風に日本語って区切らないですよね。札幌頭に11月に雪が降ります。こんな風に札幌は、この和の音が札幌はこれぐらい小さかったりだとか、雪が降ります。もうよく聞いたら、雪がじゃなくて雪が降ります。あーみたいな音になってたりするわけですよ。ちなみに本当の話ですよ。今のは文章単位でしたけれども、単語単体でもおはようございますってはっきり言わないですよね。おざますって言うじゃないですか。これってちゃんと一個ずつの音言ってないですよね。これと全く同じことが英語でも起きてるんです。なので、皆さんもですね、英語のフレーズの省略形が分かれば、今まで早いと思っていた英語でも普通に聞き取れるようになります。ただですね、一点注意としては、ただ聞いてるだけではリスニングはできるようになりません。自分も同じ発音に近づけば近づくほど聞こえる音も鮮明になってくるんです。つまりですね、何が言いたいかというと、今回の動画で皆さんですね、省略形分かったってなると思うんですけれども、それだけだと聞こえるようにはならないので、しっかりとですね、一緒に言う練習をしてみていただきたいなと思っております。では、本編に移る前に、ちょっとだけ私のお話をさせていただくと、私はですね、28歳の時にやり直し英語学習をして仕事をしながらですね英語が話せるようになりました。もちろん留学経験もないです。なので同じやり直し英語学習をしている方に向けて大人からでも英語が話せるよというですね発信をさせていただいております。今回みたいな動画を今後も見逃したくないよっていう方はですねぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいていただければと思います。ということで今回も英語ビギナーのお悩みを全解決していきます。 Let's get started。ではまずはこちらの文章を読んでみてください。 It's kind of cold in Sapporo って読んだらダメですよ。実はこの kind of なんですけれどもこれをギュッと縮めてネイティブは kinda こういう風に言います。要は kind の d と of の o をつなげて theっていう音にして F の音っていうのはほとんど発しないのでそのまま消してしまうというような形ですね。では練習していきましょう。 Kinda では文章で練習していきます。 It's kinda cold in Sapporo. It's kinda cold in Sapporo. 次こちらの文章を読んでみてください。I'm going to visit Tsukino tonight って呼んでたらダメですよ。 Going to を省略してネイティブは gonna という言い方になります。では練習していきましょう。 gonna ではフレーズで練習していきます。 I'm gonna visit Tsukino tonight. I'm gonna visit Tsukino tonight.では次の文章はこちら。まずは読んでみてください。これを I got to shovel snow today と読んだらダメですよ。 got to はつなげて gotta という音になります。では練習していきましょう。 gotta ちなみに gotta っていう風にたって言いたくなるんですけれどもここの t は柔らかい d の音もしくはラ行で発してください。ガラガラガラ
ですね。この T はフラッピングって言って、ラ行かとも私は言ってるんですけれども、この T の発音について詳しく知りたい方は、こちらの動画もぜひこの後に見てみてください。では、フレーズで練習していきましょう。I got a shovel snow today. I got a shovel snow today.では次のフレーズはこちら。まずは読んでみてください。I want to eat soup curry と読みたくなるんですが、ネイティブは want to これをつなげて wanna という言い方になります。では練習していきましょう。wanna wanna。ではフレーズで練習していきます。I wanna eat soup curry.I wanna eat soup curry. 次のフレーズはこちら。まずは読んでみてください。どうぞ。これを I have to go to Otaru today と読みたくなるんですが、ネイティブは have to これをつなげて have to という言い方になります。では発音練習していきましょう。have to have to。ではフレーズで読んでいきます。I have to go to Otaru today. I have to go to Otaru today. では次のフレーズはこちら。まずは読んでみてください。Give me some Hokkaido cheese と言いたくなるんですが、ネイティブは give me ここを省略して gimme gimme ですね。give の v 言うのめんどくさいので give me の give ここを省略して give me give me give me っていう感じです。では練習していきます。give me give me。ではフレーズで練習していきましょう。give me some Hokkaido cheese。give me some Hokkaido cheese。ちょっと今更なんですけどね、できる限り気持ちを込めて練習すると覚えやすいので、私今2回目ちょっと気持ち込めてやりましたけれども、皆さんね、全部のフレーズでこんな感じで気持ち込めて練習してみてください。では次のフレーズはこちら。まずは読んでみてください。 Let me try the Sapporo beer と読んだらネイティブの英語は聞き取れないです。 Let me これをギュッと省略して Let meレミ、こういう音になります。では発音練習していきましょう。レミレミ。ではフレーズで練習していきます。 Let me try the Sapporo beer. Let me try the Sapporo beer. 次のフレーズはこちら。まずは読んでみてください。I'm out of gloves again って読んでしまうとネイティブの英語は聞き取れないです。 out of これをネイティブはギュッとくっつけて outer outer という言い方をします。では練習していきましょう。 outer outer。 この T outer っていう風に言いたくなるんですが、 T はラ行になることがあるので、ここではアウラという言い方にしてください。この out of っていうのはいろんな意味になるんですが、ここでは何々をなくすっていう意味で使われます。では練習していきましょう。 I'm out of gloves again. I'm out of gloves again. では次のフレーズはこちら。ちょっとね長いんですけれども読んでいきましょう。What do you think of snow festival? この What do you なんですけれども、これはネイティブは文字としては省略しないんですけれども、音をかなり省略して What do you? What do you? っていう言い方になります。もう一回ゆっくり言いますね。 What do you? What do you?What do you の What の T ですね。まず T がほぼ言わなくて割るっていう形ですぐ D に行くんですよ。で、Do you ではなくて Do you? Do you? っていう形で Do って伸ばさないですよね。これを全部合わせると割る you? 割る you? っていう言い方になります。これ聞こえないですよね。 What do you think of? だと思ってたら What do you think of? っていう風に言われるんですよ。長さが全然違うじゃないですか。 What do you が割る you?
で終わるんですよ。なんか3単語くらいあったのが1単語になったみたいな感じしません？こういう風に綺麗な省略形っていう形がなかったとしても音自体をキュッとね縮めて言うっていうことが結構あるので、今回その中でも What are you はかなり使うのでぜひ練習していってください。では練習していきましょう。 What do you think of Snow Festival? What do you think of Snow Festival?ここまでがですね、フレーズ単位での省略のお話になりました。じゃあ最後にまとめて、単語単位でこの音を省略してるってわからないと聞こえないよというのをやっていきたいと思います。実はですね、もう私ヒント2回出してます。でそれは何かっていうと、T のラ行化、いわゆるフラッピングっていうやつです。さっき出てきたのが、gotta、got to ですね。これを省略してガラっていう言い方をしましたよね。これガッタじゃなくてガラっていうラ行で発音するんです。そしてもう一つアウラ、これアウタじゃなくてアウラっていう話をしましたよね。これもラ行になるんです。じゃあなんでこれラ行になるかっていうと、実は母音に挟まれた T はラ行になるっていうルールがあるんですね。まあ、先に言っとくと、詳しくはやっぱりねこっち見ていただいたらすごいわかりやすいです。今回の動画ではとりあえず母音に挟まれた T はラ行になるんだなっていうところだけ覚えておいていただければと思います。じゃあこのルールをもとにこれからねいくつか単語を出していくので、これを正しい発音で練習していきましょう。まず一つ1つ目、こちら、これはボトルではなくてバロウ、バロウという音になります。では練習していきましょう。バロウ、バロウ、これボトルだと思ったら聞き取れないですよね。バロウって言われた時にバロウバロウバロウコナンみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。だからちゃんと T はラ行になるんだなっていうのを分かってると聞こえるようになるっていうことですね。ちなみにこれ音の変化ってよりも今回の動画で紹介してる通り省略なんですよ。 T って舌をペタッとくっつけて音出しじゃないですか。これがめんどくさくなると舌先だけくっつけてでって出すんですよ。そしたらでっていう形でラみたいな音になるんですよ。だからネイティブはしっかりてっていうのめんどくさいから省略して舌先だけ上顎につけてでって音出したらラ行になっちゃったっていうことなんですよ。だからこれから言う発音っていうのは全部ラ行で言いましょうねっていうことですね。では次やっていきましょう。こちら何て読みますか？バターじゃないですよ。バターになります。では練習しましょう。バター。バター。次はこちら。コンピューターじゃないですよ。なんて言いますか？じゃあ練習していきましょう。コンピューター。コンピューター。次はこちら。これちょっとね、スペル難しいんですけど、娘っていう意味ですね。ドーターじゃないですよ。なんて読みますか？ダーター。ですね。では読んでいきましょう。daughter, daughter。 あとちょっといきましょう。こちら何て読みますか？もう大丈夫ですね。 little, little。 ではラストはこちら何て読みますか？もう大丈夫ですね。 water, water。 はい、これで省略形は以上になります。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？省略形ってなんとなく知ってたけど、こうやってはっきり言われると知らなかったものとか抜け漏れって結構あったんじゃないでしょうか。何よりこれを知ってるのとちゃんと聞けるっていうのとでは全く別物なんですね。冒頭でお伝えしたように、どうやったらね聞こえるようになるのっていうと、自分が同じように発音できるようにならなきゃいけないっていうことなんですね。なので今回の動画はですね、私がこれなんて読みますかってね問いかけしてるので、そこであこれはこうだこうだこうだってねちゃんと正しく答えられるようになるまで、ぜひね何度も何度もリピートして聞いていただければと思います。これを何回もやっていくと、どこかでねその省略を聞いた時にあってねすぐ理解できるようになっていくので、これがゆくゆくは海外ドラマも聞こえるようになったりだとか、ネイティブと会話する時にあはいはいはいって普通にね聞こえるようになったりとかっていうところに繋がってくるので、ぜひね頑張って練習していただければと思います。では最後にまとめます。これから一つずつ単語を言っていくので、省略形で読んでみてください。ではまずはこちら、 kindこちら、gonna。 こちら、gotta。 これは、wanna。 これは、have to。 これは、gimme。 これは、lemme。 これは、aura。 これは、what are you。
はい、ということでお疲れ様でした。私のチャンネルはですね、やり直し英語学習者の皆さんにですね、英語の勉強法というのを実際にやり直し英語学習をして英語が話せるようになった私がお届けさせていただいております。皆さん、英語の先生って大体留学してますから、学生の時に話せるようになってますから。私は社会人になって28歳になってから英語が話せるようになったので、皆さんの気持ちがよくわかります。なので今ね、やり直し英語学習頑張ってるよという方、特に大人の方はですね、絶対に私のチャンネル有益になってきますので、こちらチャンネル登録しておいてください。そして公式 LINE からは、たった4ステップでやり直し英会話のロードマップがわかる全7809文字16ページの電子書籍、これ1冊で中学英文法を学び直せる344例文全19ページの電子書籍、ゼロからできるオンライン英会話完全マニュアル全11943文字21ページ特別付録45の便利フレーズ付き、日常英会話で使える独り言、シチュエーション別80選フレーズ集、ネイティブがよく使うイディオム全100文計100スライド完全図解、イメージで一撃暗記できる全知詞動詞助動詞258フレーズ全イラスト付き、海外ドラマのリスニングで品質のフレーズ全100のセリフ全イメージ画像付き、初心者向け基本単語360厳選リスト、基本動詞 Go Get Come Put Turn の熟語解説集、イディオム100選の英文意味語源完全解説集、今なら特別公開動画としてジョバンニイングリッシュ会員限定サイト内単語暗記法動画10分12秒、一部限定公開、公式 LINE 特別動画ゼロからやり直し英会話15分50秒、特別限定公開、これらを全部まとめてプレゼント。ただしこのプレゼントは予告なく削除される可能性があるので、受け取れなくなる前に必ず公式 LINE に登録をして無料で手に入れてください。最新動画やおすすめの動画はこちらから続けて見られます。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!